くお願いします。どうも。さあこちらステージ上には医師の七瀬さん、四千頭身の皆さん、花子の皆さんにお越しいただきました。改めてよろしくお願いいたします。お願いします。まずは西野さん、もうすでに秋らしいファッションですね。そうですね、ニットで、あとこのキャッシュレスのマークを意識して赤色で来ました。気が利く。なんかすごいキャッシュレスってめっちゃ興味があったんですけど、やっぱ知らないことも多かったので、この機会にいろいろ教えてもらったりして、すごくいい機会になりました。そうですね、なんか大きな独り言を喋ってるんですけど、私普段全く独り言を発さないタイプなので。割とそうです、彼がよく独り言言うタイプなんです。そう、私全然喋らないから、ちょっとそこがこう、なんだろう、監督さんとじゃあこういう話し方にしようかみたいな、いろいろ相談しながらやりました。もう初めからなんていうんですか、根底の状態から関西弁だったので、それでやってました。いや、キャッシュレスでめっちゃお得なるから、みんなどんどんやっててな。うわー、はい、止まんない。ありがとうございます。関西弁を皆さん静止画で収めてますね。キュンキュン皆さん来たんじゃないでしょうか。はい、じゃん。キャッシュレスで暮らしを便利に。なるほど。あ、どんな思いが込められてるんでしょうか。なんかそうですね、私自身こうお支払いするときに現金のときちょっとこうもたもたしちゃうんですよ、ね、下手くそ で後ろに並んでる人待たせちゃったりとか、はいはいはい、結構よくあったので、キャッシュレスにすればそういう悩みもなくなって、こうスマートに便利にピッとできるので、そうですね、っていうのをきっと私みたいな同じような方いらっしゃるんじゃないかなと思うので、うん、皆さんにもキャッシュレスになって、その便利さをしてほしいなと思います。うんうん、